彼が適応能力を見せた。ドジャースの大谷翔平投手が6日、日本時間7日、本拠地で行われたガーディアンズ戦に1番指名打者で先発出場し、6回の第3打席で5試合ぶりの45号を放った。すでに46盗塁を記録しており、史上初の45本塁打&45盗塁4545に到達した。打点も2021年に並ぶ自己最多の100とし、リーグトップに並んだ。今月初の本拠地での一戦で大谷が偉業を達成した。1点を追う6回ワンアウト、サワン・ボイドが投じた 88.8 マイル約143キロのシンカーを捉えた。打った瞬間に確信したのか、打球の行方を見やりながら一塁に走り出した。バックスクリーン左へ豪快な45号、打球速度 111.2 マイル約179キロ、飛距離413フィート約126メートル、角度38度の一撃だった。すでに46盗塁を決めており、長いメジャーの歴史の中で初の4545に到達した。8月31日同9月1日の敵地ダイヤモンドバックス戦で44号を放って以来の一発だ。ここまで9月は4試合で打率188、16打数3安打、0本塁打1打点、7三振、OPS628。古巣凱旋となった3、4日、同後6日の敵地エンゼルス戦は2試合で8打数1安打だった。やや湿っていたが、本拠地に戻っていきなり見せた。この一発で4546本塁打はシーズン51発ペースとなった。2021年に記録した自己最多の46本塁打へあと1本に迫った。米カリフォルニア州地元放送局スポーツネットロサンゼルスの実況スティーブン・ネルソン氏は、大谷がセンターへ高く打ち上げた。トーマスがフェンスまで下がる。入った、翔平大谷の45号だと絶叫した。続いて解説のジェシカ・メンドーサ氏は、印象的なのは前の打席でスライダーに対してあまりだったのに、その後打てる球を見つけシンカーを捉えたこと、彼が適応能力を見せたと称えていた。米記者でおなじみのノア・カムラス記者も次のように反応。このホームランにより大谷翔平は MLB 史上初めて同一シーズンに45本塁打と45盗塁を達成した選手となった。これにより彼は今年100打点を達成した。ドジャースでの最初の年で信じられないほどの才能と素晴らしいシーズンを過ごした。リーグ本塁打王争いでは2位のマルセル・オズナ外野手ブレーブスに8本差、打点も100に到達し、ウィリー・アダメス内野手ブルワーズに並びリーグトップタイになった。ドジャースの球団記録は2001年にショーン・グリーンが記録した49本塁打。移籍1年目から球団史を塗り替える可能性も十分だ。レギュラーシーズンはこの日を含めて22試合、前人未到の5-0、5-0達成にも期待がかかる。